はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。えーあれですね。もうなんというか,か、んというか。はい。私の番号でございますね。あれ、とんでもない、ま、問題が発生してるみたいですね。笑い事じゃないんですけど、現場に立ってる人は大変苦労されているみたいです。はい。何がかというとね、いわゆる、 えー、お体がね、不自由な方でございますね。えー、で、まあ,あ、施設とか、お家の方もそうなんですけど、とんでもない苦労があるみたいです。はい。えー、まず、あの、施設の方なんですけどね。あのー、カードをね、預かるとともに、まあ、あその都度ね、暗証番号とか押してもらわないといけないわけなんですよ。その医療をね、受ける際にね。 えー、まあ、あ、その方にね、えー、本人様に。しかし、大体そういう施設に入居されてる本人様っていうのが、えー、まあ、あの、認知症だったりするんですよ。はい。なので、自分の暗証番号を覚えていない。はい。そういう事態が発生しているようで、笑い事じゃないんですけど、 大変な目に遭ってるみたいです。それでね、暗証番号も、まあ、預かっているというところもあるんですけど、なんか定期的に変えなきゃいけないらしいんですよ、これを。<laughs> もうね、もうどうしようもないですよね、これね。これでね、別の人の情報なんかが出てきちゃった日にはね、ありゃりゃーでございますよ。もう笑い事じゃないと。医療現場はとんでもないと。 しかもですね、カードリーダーまで不具合みたいなんですよ。カードリーダーが読み取らないんですって。そういう、あのー、不具合がいろいろ発生してて、あのー、カードリーダーのその会社ですね、管理の会社に電話しても繋がらない。はい。電話しても繋がらない。で、えー 何て言うのかなあ省庁ですね、えー。そのカードリーダーを作ってる会社ですね。えー、そこに連絡して、えー、結局ね、あのー、わかりましたって言って来てくれるのはいいんだけど、はい。直すのに10日かかるんですって。そういった不具合が大量発生してます。 なので、えー、病の院さんですね。病の院さんはね、あの、まあまあ、マイナカードだけではなくてね、保険証もね、持参をお願いしますって言ってるね、えー。まあ、とんでもない事態にね、これ、あの、なってるわけなんですよ。はい。まあ、お気の毒ですね。かわいそうですよ。こんな、こんなね、適当。 当なね、システムに付き合わされる人たちはたまったもんじゃありません。はい。なんでこんなね、不完全なシステムのままね、ゴーサインを出したのかね。本当にね、頭どうにかしてるんじゃないかと思いますよ。はい。昨日も言った通りね、これ民間だったら業務停止です。はい。 はい、えー、昨日もね、言ったんですけど、これ民間だったら業務停止ですよ、これ。はい。もうそういう事態になってるってことなんですよね。で、もっとかわいそうなのが、ああ、お家でね、介護しされてる方ですね。はい、このマイナーカードを作るのにシ苦クハックということで。 えー、いわゆる寝たっきりの人とか多いわけですよ。で、医師の疎通もできないわけなんですよね。でね、はい。えー、顔写真ですね。顔証明ですね。これを撮るにも、えー、何回も何回ももうね、えー、あれダメだ、これダメだって言われてね、もうとんでもなく苦労してるみたいですね。これが5年に1回です。はい。えー、もう嫌になるっていうお話が続出しております。はい。 えー、そういうわけですからね、これねえ、きちんと考えないといけないと思いますよ、この辺のこと。はい。えー、もうね、えー、本当にね、適当ですね、やってることが。はい。えー、民間よりも適当です、国の方がね。はい。えー、言っちゃうとう、ぶっちゃけて言っちゃうとすっごい適当です。はい。えー 本当にご苦労がえないいみたいですね、えー、でもっとかわいそうなのがあ、あの、ピーポーパーポーの人たちですね。救急隊員の人たち。えーまあ、救急で運ばれてくる人たち、まあ、ああのマイナーカードあるといいんですけど、暗証番号がね、あの、本人意識がなくて聞き出せないとか、あいろいろあって、もう、 あの、顔認証するにもね、もう、あの、苦痛で顔が歪んでるんで、もうそれどころじゃないと。はいえ。で、何回も何回も顔認証取り、取り直してね、やっと、やっとの思いで、えー、なんとかね、繋がったとか。そんなんばっかです。はい。これ、苦情来るのは当たり前ですね。あーあーですよ。もう本当にね、 こういうね、まあ、中途半端っていうかなんていうか、全く考えてませんよね。使い勝手とかね。はい。そういうことです。現場はとんでもなく苦労してるみたいですよ。はい。お気の毒ですよ。本当にこんなのにき付き合わされる国民はね。作んない方がいいですね。本当に、あの、代わりにね。 えー、なんか資格少々もらえるみたいなんで、そっち使った方が全然いいと思いますよ。こんなの使うよりも。はい。えー、もうね、アホみたいだなと思います。はい。まあ、こちらのね、詳しい状況ですね。まあ、いろいろな人のお声ですね。えー、書いてありますんで、 まあ、あまりにもね、えー、この、この手たらくはっていう感じだったんで、これで皆さんにお伝えしたい、たいし,しておいた方がいい、いいなと思いました。はい。えー、まあ、そういう感じですね。まあ、ろくなことにはなりません。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。えー、ニやチロコちゃんですね。まっちろですね。